日進月歩の進化を遂げる医療の世界、そんな医療界で今注目の医療技術があります。それが再生医療。再生医療とは、本来人間が持っている修復能力を利用して、怪我や病気で損なわれた体の機能を元通りに再生しようという、今も研究が行われ続ける最新の治療法。今再生医療はどこまで進んできているのか、そして再生医療の進化の先にはどんな未来が待っているのか、各分野のトップランナーに伺います。アルフレッサプレゼンツ、藤木直人が名医に学ぶ再生医療の世界。さあ始まりました。再生医療について全6回で各分野の名医にお話を伺っていくんですが、藤木さん、はい、ぜひ意気込みを。再生医療興味あるんですけど、はい、全然詳しくなくて、うん、それが今回ね、素晴らしい名医の方から直接お話を伺えるってことです。とっても楽しみです。はい、ゲストをご紹介しましょう。東隆博さんと武藤トムさんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。正直ね、詳しいことは本当分かんないんですけど、やっぱり十数年前になんかすごく iPS 細胞とか話題になったじゃないですか、はい、あの時になんかあっと思って、これはもうちょっと夢の治療法だなと。今回トップランナーの先生方が出てきてくださるので、うん、ね、いろいろ質問をね。再生医療っていうのはね、またいくらお金がかかるのかとか、治療費がね、あと最近もね、ちょっと熱くなってきてるじゃないですか、このスタジオも。なんでちょっと拭いときたいと思うんですけど。診察、はい、そうです。このギャグもですね、渋沢によって再生されました、ね。はい、しかも結構厚めですね、はい、そうですね、お札の中がね、まだね、諭吉なんですよ。まだそんなにゲットできなかった診察、まだそんなにゲットできてないんですよ。自分がいざ使うっていうタイミングにまだなってないので、どういうものなのかっていうのはよくわからないですし、だからすごく興味があります。今後もしかしたら自分が必要になってくるかもしれないというものなので。ではまずこちらのデータをご覧いただきたいと思います。はい、再生医療についてテレビなどで見聞きしたことはあるが内容までは知らない、見聞きしたことはない、内容も全く知らないという方がですね、全体の 81.4% を占めているんですね、うん、いやこれほぼ全員知らないってことですよ、聞いたことはある。これだ、再生医療も治療を受けてる方も実際にいらっしゃったりするわけじゃないですか、はい、うんうん、だから知り合いが受けてるとか、うん、もしくは医療関係者の方もいるって思うと、うん、これ 81.4 は全員知らないって言っても過言ではない。確かにそうですね、うん、一方でこちらのデータをご覧いただきたいんです。こちらはですね、事前に再生医療についてどういったものかを説明し、ある程度理解を深めた方から取ったアンケートなんです。再生医療に興味関心があると答えた人は全体の 88.8%、 およそ9割です、うん、いや内容を知れば知るほどね、はい、より興味を持てるっていうことなんでしょう ね、いや期待感はものすごくありますよね、うん、知りたいけど知れない、どこで知ったらいいのかわからないっていう人がすごく多いのかなっていう感じがしました、うんうん、今回は再生医療とはをテーマに学んでいきます。今年6月某日、東京ビッグサイトでは国内外数百の企業が出展し、多くの人が行き交う展示会が行われていました。その来場者数はおよそ3万人。その一角で行われていたのが再生医療エキスポ。研究や治療、薬の開発に使われる顕微鏡や遠心分離器、細胞培養装置などの展示が行われ、訪れた医療関係者が再生医療の最新トレンドをつかもうとしていました。会場で同時に行われていたのがセミナープログラム。多くの医療関係者が最新情報を得ようと聞き入っていました。そこで講演する人物、この人こそ日本の再生医療のトップランナー、慶応義塾大学教授岡野栄之先生。希望の光とは言えると思いますけどね。慶応義塾大学医学部を卒業後、国内外で研究を行う中、再生医療に出会いました。
研究を重ねた結果、人の脳の再生を臨床研究までつなげ、治療不能な神経難病を治す道を切り開いた再生医療の世界的権威です。他の方法で全く治療法なかったですね、病気に対して初めて治療法を提供するということがかなりですね、再生医療で成功例が上がってきていると思います。本当に強力なですね、治療法だと思っています。日本再生医療学会の理事長でもある岡野先生に、再生医療の基本的なことからその先に目指している未来についてまでお話しいただきます。それでは改めてご紹介いたしましょう。慶応義塾大学教授の岡野秀行先生です。岡野先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどこの日本再生医療学会っていう言葉が出てきたんですけど、これはどのような会なんですか？はい、再生医療に関するありとあらゆるですね、教育ですとか研究、そして国際連携、そして行政対応を担っております。いわゆる日本の中でトップの組織ということですか？ある意味そうかもしれません。そこのトップ中のトップが来たと、理事長で、すごい、いらっしゃる。助かります。ありがとうございます。簡単に言うとどのようなものなんでしょう、再生医療とは？遺伝子とか細胞などを使ってですね、病気になった臓器をですね、修復させたり機能回復を促したいと、そういったことを目指す新しい医療が再生医療なんですけど、希望の光っていうことがね、おっしゃってましたけれども、やっぱり今までにできなかった治療が、できるということですか？今までの医療っていうのはですね、例えばアスピリンのようなですね、低分子化合物っていうのがですね、主流だったわけで、そこからだんだんと遺伝子工学が進むことによって、インスリンのようなですね、タンパク質製剤とかですね、抗体薬とかだんだんできてきたんですけど、さらにそこに細胞あるいは遺伝子を使って、今までと全く違うコンセプトの治療法、これが再生医療と言います。だからまだまだ新しいで、まだまだ未熟なところがありますので、これからどん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 その安全性と有効性をですね、確認しつつ進めていかなきゃいけないということですね。これ遺伝子だったり細胞を使うってことは、人間が持ってるそのものの力を利用するっていう。おっしゃる通りです。本来人間が持ってる力なんですけど、それを発揮しきれないところを後押してやると、そう考えていいんじゃないかなと思います。そんなでもピンポイントにね、そういう作用させられるっていうのはちょっと信じられないんですけど。聞いてるだけで違うコンセプトの治療だと。だから治せなかったものが、だから治せるっていう風にもなるってことですよね。そうですね。例えばある脊髄筋萎縮症という病気があるんですけど、全く治療法なかったんですけど、1回の遺伝子治療でほぼ完治する。1回でまた、だからそれすでにその状態になってるってことですか？病気によってはそうですね、まだまだ治らない病気あります、まだまだ続く再生医療界トップランナーが教える基礎知識。再生医療とはそもそもどんな治療法なのか。もともと我々の体にもですね、再生しようとする力あります。例えば皮膚を怪我したりすると、またしばらくするとかさぶたができて修復します。これも立派な再生能力。かつて我々がもっと持ってた再生能力、これは脊椎動物で、イモリとかですね、トカゲとか、イモリなんかこう手とか足を切断してもまたこれ再生して伸びていくんです。そこまで著しい再生能力は残念ながら我々進化の過程でどっかに、置き忘れてきてしまったわけです。しかしながら細胞や遺伝子の力を使って、なんとかその我々自身が持っている再生能力をもっと高めようと。およそ36兆個あると言われる人間の細胞の中には、傷を治す働きを持つものや悪い病気から体を守るもの、皮膚のように新しく生まれ変わることができるものなどもあります。そんな細胞の持つ力を最大限に引き出して治療に生かしていくのが再生医療なのです。ここで再生医療の基本的な流れを見てみましょう。医師の診断によって治療が決まると、患者本人や別の人の体から必要な細胞を取り出します。
治療法によってその細胞に特殊な加工をしたり、数週間から数ヶ月かけ培養し、その数を増やします。そうしてできた細胞を注射や点滴などによって患者の体に戻すことで、患部の修復・再生が行われていくのです。再生医療は患者への負担が少なく、アレルギーや副作用などの可能性が低いことがメリットと言われています。治るんだったねえ。一口に再生医療といってもその治療法は様々です。外から入れた遺伝子や細胞にもっぱらこう依存する方法と、我々の持っている少し減ってしまった再生能力をもう一回復活させると、まあ、この二通りがあると考えていただいてよろしいかと思います。体の傷を治す働きのある血小板や細菌、ウイルス、カビといった外敵や、がんから体を守る働きのある白血球を使った再生医療のほか、幹細胞といわれる細胞を使った再生医療もあります。幹細胞とは特定の役割を持たず、他の細胞に成り代わることのできる細胞です。さらに京都大学山中伸弥教授が2012年にノーベル賞を受賞した臓器や血液などさまざまな細胞や組織になることができる万能な細胞 iPS 細胞を利用する方法など、症状に合わせて最適な細胞を使って治療を行います。当初はどういう病気に対して、行うべきかって、いろんな、議論がありました。クオリティオブライフ、を著しく損なうような、病気ですから、僕らがやってるような脊髄損傷ですとか、あるいは京都大学のグループがやってますパーキンソン病、神戸のグループがやってる網膜色素変性症、どれもクオリティオブライフを著しく損なう病気でありますが、これらの新しい治療法をこの日本の研究グループは見出すことができております。その他にもがんや糖尿病、認知症などの病気や、多くの人が悩みを抱える膝や肩の関節炎、歯周病など、再生医療の治療ができる範囲は日に日に広がっているのです。こうやっぱり画期的な治療法ですね。いや、夢のようなですよね、でまたリスクが少ないって言ってたのが嬉しいですよね。手術を今までしていたようなものも、もう今後は再生医療をやった方がいいっていうことなんですか？ですね、その手術の時に再生医療で使う細胞とか遺伝子を一緒に入れたりすると、今までの手術による治療効果をさらに上乗せするとかね、そういうことができるようになると思いますけどね。より期待できる。そうですね、だから手術がなくなるとかそういうイメージじゃないんですよね。そうか。でも確かに今まで薬でね、飲んで治すみたいなものでしたけど、再生するって考えるとなんかすごいですよね。ここで再生医療の治療のイメージをより分かりやすくするために、スタジオにあるものを用意しました。まずこちら画面の中にですね、スタジオにですね、こちら傷ついて枯れてしまった木が現れました。ちょっとこうね、枯れてしまってますよね。これを病気や怪我で本来の機能を失ってしまった人の体の一部だと置き換えて考えてみてください、これ何とかしてあげたい、もっと元気にさせてあげたいと思いますよね、再生医療で活躍するものは何でしょうか？遺伝子だったり細胞だったりってことですよね、そうですね。で、中には血小板、iPS 細胞という言葉も出てきましたよね、大きく捉えて細胞ですよね。で、こちらですね、東さんと武藤さんに、これちょっと細胞のね、絵が描いてありますので、これちらを首にかけてください。ものすごい急に手作り感が溢れます、急にアナログになったけど、めっちゃデジタルなスタジオなんです、そうです。こちらなんですけれども、フリップに書かれているのは細胞くんで、こちらイメージしてください。藤木さん、お二人がだんだんこう細胞に見えてきましたか？いや、見えてこないですちょっと強引ですけど、細胞ですよね、イメージしてください、で、再生医療で使われるのは、体を修復したり悪い細胞を攻撃してくれるような体を治療する能力を持つ細胞でしたよね、多くはこの細胞を変化させて使うことになっているんです、お二人ちょっとそのフリップをめくっていただけますでしょうか？本当だ、めくるところがある、せーの、よいしょ、パ
違うと思った増殖しているものと、はい、そして東さんのは強くなってますね。ねえ、はい、鉢巻きしてますけど、はい、注射持って可愛いこのようにより治療効果を高めるためにその細胞が持っているそのものの能力を増幅させるようなものやまた細胞の数を増やしてから患者さんの体へ投与すると、まあ、なので強くなったり増えたりして体に戻す。岡野先生このような理解でよろしいでしょうか。はい、そうですね、はい、がんを攻撃する能力を高めるのはその場合とそれからですねパーキンソン病の方っていうのはある特定の神経細胞がなくなっちゃうんですよね。それを試験管の中で増やして、うん、移植するって。これは今京都大学でやってる、治験なんですよね。あとですねなんかこう周りに対して栄養を与えるようなんですよね、我々の体の修復能力をもともと持ってるやつを高めてあげる、でそれの手助けをするようなやつもあるんですよね。だからかなりいろいろ多様な攻撃手段を持ってるっていうのが再生医療の強いところですね。そうなんですね。じゃあ実際にこの枯れた木を救ってあげてください、はい、元気になれとよろしくお願いします。えい、ね、注射していく感じかなこれね。えそうですね、はい、体のおお急に葉っぱが茂りましたよ、はい、これ葉が生い茂りました。藤木さん元気に戻りましたねまあ、このようにその病気によって投与の方法は変わりながら治療していくということですか。やっぱ病気の種類によってどういう細胞を使って再生医療するかっていうのはだいぶ違ってきますね。何年もかかってやっぱりあこれが効くんだみたいに分かるものなんですか。僕ら脊髄損傷の再生医療の研究を始めたのは1999年ですからね、25年で最初に人にこう投与したのは本当2021年の12月ですからね、もう20年以上かかってるんですよ。これがだから早いんだか遅いんだか僕らにはねちょっと分かりにくいですけど、まあ、一旦行くとこれから加速すると思うんですけどね、そこに行くまでのこう準備期間っていうのは本当に、まあ、いつまでもこれね持っていただいているのもなんなのでちょっと一旦元の展開に戻しましょうか。自分がやらしといて何でいつまでやってんですかみたいな。岡野先生の最新研究結果に一同驚愕。すごい、肝臓が病気になった人その細胞を使うとまた同じ病気になってしまうっていうことはないんですか。あ、それは否定できません。お酒飲んで肝臓ダメになった人がまた肝臓を作ってお酒飲んでるやつ当然ダメになりますんでね、そっかそっか。ただ、まあ、一旦良くなってからダメになる時間っていうのは稼げるわけですよね、10年20年で、じゃあ臓器は、健康に戻っても結局生活習慣によってしまうってことですか。生活習慣を治さない限りそれは、その iPS 細胞っていうのは、まあ、いろんな方から取るんですけども、その細胞の良し悪しみたいなものは個人差であったりするんですか。ありますね、やっぱりですね、やはり我々の、DNA っていうのは30億円きついってなんですけど、大体1000個に1個はね隣にいる方と違うわけなんですよね、まあ、その1000個に1個の違いが個人の個性特性をまあ作ってると。だからある特定の細胞の、ですね、再生医療にするためにはこのタイプがいいとか、まあ、これはねやっぱりねありますね、これはね、まあ、ただ今再生医療で使われているのはご自身自身の細胞か、あるいはまあドナーさんといって、はい、まあ、細胞を提供していただいた方、その提供していただいた方がそんなにそう人数が多いわけでないから、そんなにこういろいろ調べてこの人のがいいとかいうところまだそこまでまだデータがそこまでないないですね。臓器提供よりだいぶハードル下がりますよね。細胞だけだと、はい、臓器だと結構これあげるみたいになっちゃうけど。細胞だったらこういう感じ、まあ、皮膚の細胞でもっとは、ね、血液からも作れるし、最近僕らが成功してるのはおしっこのね、おしっこの中にある、まあまあ、腎臓からこう膀胱まで行く過程から細胞が、はい、でそこから細胞を増やして iPS 細胞作れますからね。すごい。いやそれ言うなら細胞集め放題じゃないですか。ですね、ね、だって普段まあ捨てているものですからね。さっきも捨てちゃいました僕も一緒に、ね、一緒にね一緒に捨てちゃいました。日々進歩していく再生医療の技術、それは日本だけでなくアメリカ、イギリス、ドイツなど世界中の機関で研究が進められ、各国の医療関係者がそれぞれの症例に対する治療法を確立するため奮闘しています。
2020年の段階で、まあ、世界中で10の疾患に対して行われたんですけど、そのうち9個が日本でね行われたということは、結構日本はリードしてると思ってますけどね。まあ、僕らの脊髄損傷もそうですし、京都大学のパーキンソン病もそうですし、それから慶応と、それから阪大グループがやってます心不全とかですね、かなり世界に先鞭をつけることができたんじゃないかと思ってます。日本が再生医療の研究で世界に一歩前進している一方で、別の問題もあります。それが私たちが普段治療を受ける際に使用する医療保険制度です。この、保険制度、これは本当に悩ましい問題で、これ治らなかった病気が治るようになったということで、まあ、これを高いとするか安いとするかって なかなかこう悩ましい問題だと思います。現状では一部高額な再生医療ですが、ロードマップを作り、国とともに動き始めています。一般で使われて、さらにこれはいい治療法だということで普及してるというのが、まあ、2030年がですね、まあ目標ですよね。で、まあ、その対象疾患がどんどん増えてくるというのが、まあ2040年ぐらい、まあ、2030年というと、まあ今から6年後ですからね、まあ、そんなには時間はないんですが、非常にこう汎用性の高い、非常に多くの、患者さんに対して使えるような再生医療がもし開発されてすると、多くの需要が出てくるわけでありまして、でそれが 大きな供給を生むとすると、それはまあかなりの、まあ、今度コストダウンにまあつながっていくと、比較的誰でもが使いやすいような再生医療にまあなっていくんじゃないかなと思ってます。より身近な治療になるまで日々研究臨床が行われているのです。もうすぐそこまで来てるんですね、そういう世界は。そんなに遠い未来じゃないだなと、うん、これが早まる可能性もあるし、まあね、もちろんね、もうちょっとかかる可能性もあるとは思うんですけど、でもなんかより身近になってることはもう分かりましたよね。そして武藤さん、保険もね、うん、適用されるかどうかって、ここでお金の問題にもなってきます ね、 ね、いや、こんなに適用されてるものがもうあるっていうことなんですね。はい、まずは再生医療に関してもう保険適用になったのがもう17、8ぐらいの、もうそれに対応保険適用になってるなってんです、なってるんですよ。これ日本でですよ、日本でです、日本でですよ。ここで再生医療の未来をロードマップをもとに再度見てみることに。これ、まあ、結局今治験っていってですね、安全性と有効性をだんだん少ない人数 の方から調べて、大人数でやって、統計的に本当に有意差があるかとかいうことを確認すると、うん、まあ、それが治験なんですよね、うん、それで、まあ、承認されますと、これはですね保険適用にもなるわけで、その段階になるともう大学がやってるだけじゃ間に合わないんですよね、うんうん、企業なんですよね。だから産業化を促進するということがまあ必要となります。再生医療にはですね、多くの医師が携わって、国も力を入れてますけど、民間も頑張って、これを、共に頑張って支えていくということが大事かなと思います。まあ、僕たちはたまにニュースで聞くだけだけど、実はもうここまで進んできてるんだ、ね、もうすぐですよね。東さん、私たちも間に合いそうですよ、この多彩な治療の選択肢が広がる世界です、ね、そこまでどうにかちょっと持たせないといけないですよね。頑張ってね、健康で生き抜く。さあ、そしてこの番組では今後血小板を使ってこう肘、そして膝の治療を行う PRP 療法、また白血球を使ってがんの治療を行うと言われているカーティ細胞療法、また人の細胞由来の細胞を使った治療法、 iPS 細胞を使った脊髄損傷の治療など、さまざまなこの再生医療を学んでいくことになっているんですけれども、こうやって今いろんな分野で再生医療の研究がこうどんどん進んでいる、うん、このこと自体は岡野先生はどのように受け止めていらっしゃいますか。まあ、再生医療はですね、まあ、iPS 細胞などの登場によってですね、いろんな細胞になりますんで、いろいろな臓器のに関係する病気の研究にすごい役に立っております。ですから、まあ、新しい医療として健康寿命をもし延ばすということに加えまして、非常に根本的なですね、基礎的な研究の題材を、まあ、作っているというところで、特にですね、いろんな病気のメカニズムの研究ですとか、今日お話しませんでしたけど、まあ、神経の難病の薬の開発とかですね、まあ、そういうことにもですね、すごい役に立っています。 ALS 筋縮性側索硬化症ですとか、アルツハイマー病、まあ、これらの病気のメカニズムを明らかにして、
その治療薬を開発すると。これは実際の再生医療とはちょっと違う手法での治療になりますけど、そういったところにも貢献しているということで、なんか非常に波及力がですね、波及効果が非常にあるという、あの種類のですね、分野だと思っていただければいいかなと思います。では岡野先生が思い浮かぶ再生医療の未来を教えてください。再生医療はですね、より確実に、より安く多くの人々に普及するべくですね、そういう運命があると思っています。そして今まで治らなかった病気を治す根本的な治療でありますので、人類にとって健康年齢をですね、伸ばすと、不老不死とは言いません、健康年齢を伸ばすことに寄与していくんじゃないかということを期待しております。再生医療のこの流れというか、もうまた勢いづいてる感じがなんか見て取れましたよね。なのでなんかすごくなんか知れて嬉しかったですね。もう本当に始まった時はなんか聞いたことあるけどよくわからないっていうものだったのが、本当に私たちの希望なんだなっていうのをすごく感じましたし、私もこの6回通していろんなことが知れたらなと改めてワクワクしました。やっぱり、小さい頃にはこう治らないっていうイメージだった、病気だったりそういう怪我が治る可能性がある、本当に素晴らしい、不老不死を、求めてはいけないんでしょうけど、やっぱりクオリティオブライフを上げるっていうのは本当に素晴らしい研究だなって改めて思いましたね。やっぱ健康寿命が伸びるっていうのはすごくこう力強い希望になりますよね。岡野先生、今日はいろいろ教えていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。藤木直人が名医に学ぶ再生医療の世界、これからも各分野のトップランナーからさまざまなことを学んでいきます。次回は多くの人が悩みを抱える肘・膝関節への活用について学びます。多血小板血症という PRP 療法っていうものです。自分の血液から作ることなんで、悪いことにはないと思います。